皆さんこんにちは、伊藤フロイスです。本日は清少納言についてすごい部分とやばい部分についてお話ししていきたいと思います。まずは清少納言のすごい部分をお話しします。平安時代の作家清少納言は一条天皇の最初の正妻、定子の女官でした。自分の娘を正妻にしたい藤原道長によって定子は正妻の座から追い払われましたが、清少納言は定子を支え続けました。落ち目の定子と共に過ごした人生は決して楽なものではありませんでしたが、清少納言はそんな苦労をみじんも感じさせない枕草子というエッセイを書き上げます。日本の四季が美しくリアルに語られ、読んだだけで風景が目に浮かんでくる名作です。その表現は紫式部の源氏物語にも大きな影響を与えました。枕草子の有名なところを抜粋してお話しします。春はあけぼの、ようよう白くなりゆく山際、少し明かりて紫立ちたる、雲の細くたなびきたる。これの意味は、春は夜明けが素敵、だんだん白くなっていく山際の空がほんのり明るくなって紫がかった雲が細くたなびいているという素敵な文章です。では次に清少納言のやばい話をしていきたいと思います。実は枕草子には美しい風景描写と同じくらい凄まじい他人の悪口も書かれています。清少納言は定子のようなセレブたちのキラキラ輝く世界を愛する一方で、身分の低い人やお年寄り、田舎者、そして不細工が大嫌いというところがありました。あまりに性格が悪かったので、鎌倉時代には年を取った清少納言は落ちぶれ、惨めな鬼婆になったという伝説まで作られました。大好きだった主人の定子が死んだ後、清少納言がどうなったかはよく分かっていませんが、出家して尼さんになったとも言われています。性格が悪いというのはどういうことを言っていたかというと、おばさんのやきもちやおじさんが寝ぼけてる姿はムカつく、身分が低い人の家に美しい雪が降ってきたり、月の光が明るく差しているのは似合わない、田舎から来た手紙にお土産がついていないのはイラつく、不細工な男女が昼間からイチャイチャしてるの気持ち悪い、などなど悪口を書いているのです。本日は枕草子で有名な清少納言のすごいところとやばいところをお話しさせていただきました。今も語られる偉人たちにもいいところ悪いところがあったんだと思うと、その裏側を知るのもなかなか面白いことです。最後までご視聴ありがとうございました。伊藤フロイスでした。